皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武田でございます。今回の動画は、チューニングの方法ということで、タイトルの通り、初心者の方に向けたチューニングのコツみたいなお話をさせていただこうかなと思います。というのも、なんでかというと、アコースティックギターにおいても、エレキギターにおいても、ギター初心者の方にとってすげえめんどくせえなと思うポイントっていうのはチューニングだと思うんですよ。ご覧いただいている皆さんの中にも、ああ、チューニングめんどくせえな、うまくできねえし、できればやりたくねえなんて思っている方、少なからずいらっしゃるかと思います。で、初心者の方からよくいただく質問として、チューニングって週に何回やればいいんですかとか、なんか何ヶ月に1回やればいいんですかとかって、そんな質問があるんですが、なんなん。もう、チューニングなんていうのは、その毎日毎日、もう毎回毎回やるもんなんです。もう皆さんが日常の中でこうギターを練習する機会があったとするじゃないですか。で、その練習を始める前に、まず一回チューニングって感じですし、練習している最中にもチューニングって狂ってくるんで、そしたらまたチューニングしてと。もうそんな感じでも毎日毎日毎回毎回チューニングなんてもしていくもんなんです。これなんでかっていうと、皆さんが思ってる以上にギターっていうのはチューニングが不安定な楽器なんですよ。皆さんが思っている以上にもうギターっていうのはチューニングがめちゃめちゃ不安定な楽器なんです。ちょっと室音が上がったとか、湿度が上がったとか、ちょっとぶつけたとか、強く引っ張ったとか、なんかチョーキングしたとか、もうそんな些細なことでもうすぐこうチューニングなんでね、もうバーンと変わってしまうんですよ。なんで皆さんが思っている以上に、もうチューニングなんていうのはもうこまめにしなければいけないと。しかし皆さんにとってチューニングというのはとってもめんどくさい存在で、できればやりたくないと思っている。しかしところがどっこい、こういうコツを押さえておけばうまくできるかもしれないから、その辺よろしくって、そういう感じの動画でございます。うまくいけばね、そういうもっと素早くチューニングができるかもしれないので、よかったら参考にしてみてくださいませ。いくつかお話しさせていただきたいポイントがあるんですが、とりあえずまず一番最初に言いたいのが、最近こういうクリップタイプのチューナーがめた流行っているので、もうとりあえずこういうものを使ってください。シールドをつないでカード型のやつを使っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もう最近もうクリップタイプがもうほぼほぼ正義です。で、クリップタイプまだ持ってないよという方は、でもこれでいいです。コルグの PC-1 という、チューナーなんですけども、もうこれでいいです。何が一番いいかっていうと、安いっていうのと、あと、もう余計な機能がついてないということ。まあ、この辺はちょっと後でお話しさせていただきますけれども、クリップタイプのチューナーを使って今から用意する方は、コルグの PC-1 というものを使ってみてください。1000円でお釣りが来るレベルで安いです。でもこれで全然十分です。まあ、チューナー持っている方がいらっしゃったら別にそのまま使っていただいて大丈夫です。ではでは、実際にそのポンと電源を入れてチューニングをしていきたいんですが、まずポイント1。これ超大事です。超大事です。どういうふうにチューニングしていくかっていうと、まあ、こう、チューナー電源を入れて、こう、ボンと音を鳴らすわけじゃないですか。で、この時に、サスティーンでチューニングをするということ。極端に悪くやると、こういう人、少なからずいらっしゃると思います。こんな感じで、すごいもうピッキングしまくって合わせようとする人。こういうんじゃなくて、一回ボンと弾いたら、音を伸ばす。この余韻のことをサスティーンって言ったりするんですけども、このサスティーンでチューニングをするようにしましょう。ボンと弾いて、その後のこのサスティーンでチューニングをすると。で、もちろんこのサスティーンは永遠に続くわけではないので、ある程度のところで音が消えてしまって、チューナーが音聞こえねえよってなってしまいます。ある程度サスティーンで合わせて、で、ちょっと音が聞こえなくなってきて、チューナーが反応しなくなったなと思ったら、もう一回ボンと。弾いて、こんな感じでゆっくり、ちょっとずつサスティンで合わせてあげるようにしましょう。これ、超大事なポイント1です。で、その次、大事なポイント2つ目としては、行き過ぎた場合、この中段の場合は、この緑色の、真ん中の緑色のランプがね、ピカーンって点灯すれば OK なんですけれども、もしこう合わせるつもりが行き過ぎてしまって、あー、やべ、間違えた、行き過ぎちゃったってなったとき、まあ、こういう場合はもちろん戻すわけなんですけれども、行き過ぎた場合、行き過ぎたところから戻すだけでチューニングをしてはいけません。サスティンで合わせて、緑色ランプが点灯すれば OK かなみたいな感じで、こんな感じで、上から行く場合、そのまま下げた状態でチューニングをしてはいけません。これ何でかっていうと、この辺にたわみとか遊びとかが発生してしまうんです。今、ちょっと行き過ぎた状態から下げてチューニングをしましたけれども、この状態で普通にピッキングしたりとか、なんかこうね、チョーキングしたりとか、普通に弾いたりとかしていると、このたわみが取れて低くなっちゃうんです。こんな感じで。今ちょっと引っ張ったんですけどもね、チューニングが下がってしまいました。すごい不安定な楽器ですよね。なんで、ちょっと行き過ぎてしまったならば、一回少し大げさに戻します。ちょっとやってみますね。チューニングをしてました。チューニングをしてました。で、やべえ、ちょっと行き過ぎた。やべえ、やりすぎた。と思ったら、ちょっと多めに戻してあげる。
こんな感じで。で、この状態で軽く引っ張ってあげます。チューニングしている弦を軽く引っ張ってあげます。そうすると、この辺にたわみとか遊びがなくなるので、サスティーンに合わせてチューニングをしてあげれば、チューニングは安定すると。そんなような手法でございます。まとめると2つ。これマジ超大事なんで、本当に意識してください。サスティーンでチューニングをするということ。そして、上に行ってしまったならば、下げてからチューニングをするということ。この2つめちゃめちゃ大事なので、絶対実践してくださいませ。で、普段のチューニングみたく、そのね、毎日毎日やっていれば、そんなに大きく狂うことはないので、まあ、これで OK なんですけれども、もし弦を張った直後とか、弦を張ったばっかりのところとか、そういった時はですね、何回か、何周かしてあげないと、そのチューニングは安定しないので、6弦からスタートして、1弦終わったとしても、また6弦からスタートしてという感じで、何周かしてあげましょう。こんな感じです。まず、この2つが、必ず覚えておいてほしい、チューニングのコツという感じです。で、ここから割と機能的な話になるんですけれども、これらもぜひ覚えておいてくださいませ。このコルグの PC-1 という、クリップチューナー、これ、ピエゾっていうシステムで音を拾っておりまして、簡単に言うと、振動で音を拾っているんです。振動。耳があるわけじゃないんですよ。マイクがついているわけじゃないんです。振動を感知するピエゾという圧電素子という、なんかそういったシステムが採用されておりまして、振動を伝えることで音を判断しています。なので、逆を言うと、振動が伝わらないとチューニングできないんです。当たり前ですけど、こんな状態でギターから離した状態だと絶対に反応しませんし、あと気をつけていただきたいのが、なんか反応悪いなと思ったとき、このチューナーの接地面積がしっかりヘッドに噛んでいるかどうかを確認してください。普通にこう挟んでいるつもりがね、意外とそのチューナーの反応が悪いなっていうときあったりとかするかと思います。そういうときは、このチューナーのこの平べったい部分がべったりヘッドにくっついて、ギターの振動がチューナーに十分伝わっているかどうかを確認してほしいんです。変な話ね、こんな感じでその、ね、ちょっとつまんだような形だとうまく振動が伝わりませんし、この振動をうまく伝えるためには接地面積を多くしてあげると、もうべったりと、この平たい部分をヘッドにくっつけてあげる。そんな必要があるわけなんです。なので、ちょっとチューニングの反応が悪いなと思ったら、ヘッドにこうべったりくっつけてあげるようにしてあげましょう。まず、これがそのピエゾのシステムというか、ピエゾの特徴って感じですね。で、クリップチューナーの機種によっては、ピエゾとマイクの切り替えができるものがあります。ピエゾは振動で音を拾う装置です。マイクというのは単純に、ね、もう耳を搭載しているので、その耳で音を聞いてチューニングをするというモード。このマイクモードを搭載しているクリップチューナーも中にはあります。それは、ね、この上の方になんかピエゾ、マイクとかで出ているんですけれども、マイクモードのときはもちろん当然ですけれども、耳がチューナーについていて、音を聞かせることでチューニングをするというシステムになっています。けど、気をつけたいのが、そのマイクの場合は、マイクモードにしている場合は、その僕の話し声とか、周りの話し声とか、何かしらの、 その、ね、演奏の音とか、もう何かしらの雑音がこっちに伝わってしまうと、チューナーが、これ、どれがギターの音かわかんねえよっていう感じで混乱してしまうので、静かなところで使うように、しましょう。基本的に僕はそのマイクモードをほぼほぼ必要ないと思っているので、もうピエゾモードにして使えば OK です。ただ、ちょっとマイクモードを使うときがあったならば、静かな場所で使う。でも基本的に別にマイクモードを使うときはねえと思うけどねっていう話でございます。もしそういう機能がついていましたら、必ずピエゾに戻すようにしておきましょう。もしくは静かなところでチューニングをするようにしましょう。二つ目、440。これもチューナーの機種によっては、周波数、ヘルツ、この基準の音ですね。詳しくは割愛しますけども、基準の音を変えられる機種もあったりとかします。なんか後ろにそのカリブとかチューンとか、そのようなボタンがあって、この数字をちょこちょこっと変えることができる機種、少なからずあると思うんですけれども、あるんですけれども、これ440になってないと、そもそも基準音が違うから全然違うチューニングになっちゃうんですよ。単純に数字が上がれば上がるほど音程は上がります。で、低ければ低いほど音程は下がります。例えばですけども、442とか440、442とか444とかでギターをチューニングしてしまうと、単品で弾いているときは別にいいんですけれども、CD と合わせたりとか、誰かとアンサンブルしたりとか、バンドで演奏したときに、あれでチューニングちょっとおかしくねっていう話になってしまうので、必ず440に設定をします。438とか436とかになっているときもあるかもしれないので、必ず440になっているかどうか確認するようにしてくださいませ。こういう機能が搭載しないモデルに関しては別にこの限りではないです。で、3つ目。クロマチックモードをうまく使いましょうということです。クロマチックモード。
チューナーによっては、この画面の端っこのところに、なんか G とか B とか、なんか V とか U とか C とか、なんかこういったアルファベットが出てきて、ギターをチューニングするモード、ベースをチューニングするモード、バイオリン、ウクレレ、クロマチック、こんな感じのモードを搭載しているものがあったりとかします。これ、ギターチューニングするときは当然ながらベースモードは使いません。バイオリンモードも使わなければ、ウクレレモードも使いません。使うのはギターモードとクロマチックモードのこの2つのみ。で、僕がお勧めしたいのは、そのクロマチックモードです。ギターモードも特に必要ない。例えばですけど、そのギターの弦でチューニングをするとき、レギュラーチューニングの場合は、C っていう音程が出てこないんですよ。C が出てこない。なので、ギターモードのときは、その C にチューニングをすることができないんです。で、これを逆に言うと、チューニングしなくてもいい音は出てこないから、そのね、チューニングするときに楽ちんだよっていうモードなんですけど、でも別にね、その6個の弦それぞれのアルファベットというか、音名がね、何の音なのかなって別にそんなすぐ覚えられるじゃないですか。なので、こんなギターモードとか使わずにも、普通にクロマチックモードでやりましょうということです。覚えてなかったらぜひ覚えてください。細い方が1弦です。細い方が1弦。1、2、3、4、5、6弦とあって、6弦から E、A、D、G、B、E です。ちょっとこれをね、なんかこう、なんか語呂合わせしようと思ったんですけど、なんかこうね、なかなかいいのが思い浮かばなくて、なんかすげえこう、小一時間考えたんですけども、なんかこう、今からあなたを出られっちゃまでは、なんか思いついたんですけどね、なんか自慢のなんとかサムシングって、なかなかこれがね、今からあなたはデジャネイロとか、なんか今からあなたを出られっちゃみたいな、ザック出られっちゃみたいな、なんかレイジアゲンストザマシンみたいな感じの、そんなのが面白いかなと思ったんですけど、なんか後ろがあんまりこうピンとくるものがなくて、ちょっといいのか思い浮かんだら、別にデラロッチャ縛りじゃなくてもいいですけど、なんかコメントしてみてくださいませ。まあ別にそんな語呂合わせしなくてもここぐらい覚えられるけども、そういったふざけた遊びをしてみると、なお一層早く覚えられるかなと思います。今からあなたをデラロッチャ。その後は皆さんのお題に任せます。そんな感じです。クロマチックモードを使ってこれにそれぞれ合わせていこうということです。チューナーの機能とか、そのチューナー機種とかによってこういったものがありますので、気をつけて使ってくださいませ。で、さっき言ったように、その僕がこのコールの PC 版をおすすめする理由としては、電源ボタンしかついてないんです。つまり、もうこんなの心配する必要が全くないんです。なんでかっていうと、もう PSO の440の決まり打ちで、もうクロマチックモードしか搭載しないから、もうシンプルですよ。変にいろいろついてる方がね、わけわかんないことになるんで、ぜひこの PC 版、興味がありましたら、お求めくださいませ。精度がうんたらかんたらとかあるけど、別にそんな気にしなくていいと思います。とりあえずそんな感じに、なんかもっと入り組んだ話をすれば、その純正率が、平均率がとかっていう話になったりするんですけども、まあ今回はね、その初心者のためのチューニングのコツっていう話なんで、あんまり細かい話は、しないでおきます。とりあえず、普通にもクリップタイプのチューナーを使って、こんなことに気をつけて、チューニングしてくれればいいよということでございました。皆さんのチューニングがね、ちょっとでも早くなると嬉しいなという感じです。うまくなれば、毎日毎日のチューニングなんて、本当に20秒、30秒でこうバーッとできるようになります。そんな1分、2分、10分とかってもかかることはないんで、まあ、その辺はね、経験というか、練習で乗り越えていただければという感じでございます。はい、そんな感じです。今からあなたはデラロッチャ以外にも何か思いつくことがありましたら、ぜひ、コメントに残してみてくださいませ。こんな一つ一つの知識がね、皆様のギターライフの加速になればなと、楽しいギターライフの加速になれば、こんなに嬉しいことはないですわい、みたいな感じの、そんな感じで締めくくらせていただこうかなと思います。はい、それでは皆さん、僕もバリバリ、モリモリギターを練習していきますので、皆さんも頑張ってギターを練習してくださいませ。お互いにギター、モリモリ頑張りましょう。今からあなたはデラロッチャ。Thank you! じゃあ、違う動画でお会いしましょう。さよなら、バッハハイ。